まあ、その東京でもゲームショーさこう行くときにさギアちゃんと一緒になんかメタバースゲームするらしい。多分だからあれじゃないかな、なんか被ってあれじゃない、俺は女になり男と付き合ったりとか分かんないけど、なんかどういうゲームかちょっとまだオリエンテーション受けてないから分かんないけどさ、そう別の仮想世界に行くんだよおそらく。俺さメタバースのゲームめっちゃやりたいんだよね。なんか最近ね俺面白いなと思ったんだけど、ちょっとあるさ、まあ、自分の今までちょっと世話になってた先輩とこの前ちょっと会う機会があって会ったんだけど、なんかメタバースってまあ仮想世界で今なんか現実世界じゃなくて仮想世界でも仕事してる人がいるらしいんだ。ちょっともしかしたら聞いた話だから分かんないけど、だから例えばこういう今フナッシーさんとかねマツコさんがヘッドギアかぶってそこでなんかのちょっと何かを売ったりとか何かのサービスをする側になってそこの中のなんか仕事があるみたいな、まあお金を稼ぐとはまた違うのかな、お金を稼ぐわけじゃないかもしれない、その仕事って別にお金だけじゃないからちょっと分かんないけど、メタバースの中での通貨なのかも分かんないけど、で介護業界とか今医療業界がちょっと目つけてるらしくて、でやっぱそのなんか役割ってやっぱ大事じゃん、生きていく中で誰かのために何かするっていう意味での役割、そういうとこからさなんか生きてる感覚とかさなんかこう前向きななんか感覚っていうのももらってると思うんだけど、やっぱその家にこもりっきりでなんか外に出ることができない人とかなんかそのなんかそういうね人たちに向けてなんかそういうコミュニティを作ってなんか発信しようみたいな今計画があるらしくて、そう俺らのこと言わちゃう、おめえじゃん、おめえは大丈夫だろ、多分大丈夫だろ、そんなそう広角機動隊みたいな世界、あーでも面白いっすねっつって、そう早く手をつけて実行してほしいねやっぱね、うん、ただと足がめっちゃ細くなってあれになりそうだけど、なんかとんでもない体験になりそうだけどな、ずっとそれにやってたら、だってションベンと風呂入んのとさ着替えたり すんのはさやっぱやんねえときねえことだからな、なんだかんだで俺もさそのメタバースで何やりたいかっていうと女になりたいんだよね、でボイチェン使って男をたぶらかしたい、たぶらかしたい、そういいわよってこれでいいのってそうああいいよいいよってうんやりたい俺で、終わった後にボイチェン切ってどう気持ちよかったあたしのズキュンバキュンってそうがっかりさせたい俺、うんがっかり、だからそういうのも多分ネカマとかが禁止になると思うから、それが当たり前の世の中だったら多分そういうのも規制かかってるから今まだ緩いうちにやりたい、そうわしじゃよってそう超嫌だろそれわしじゃよって、だその中で結婚したりとかする人もいるし、なんか今現状でももうここが僕たちにとってのリアルですみたいな人たちもいるらしくて、俺はでもそれは否定しねえよ別に、昔だったら気持ち悪いとかって思ってたかもしれないけど、もう今いろんな生き方とかさいろんななんか生活の仕方があっていいと思うから別に、うん、それでなんか要はさ飯食ったらさなんかエネルギーになったりする、そういうエネルギーではなくてさなんかあれってあるじゃんやっぱ気概を持って前向きになるエネルギーってさ飯食っても得られなかったりするじゃん、俺はまあありかなと思うわそういうの、うん、今さ例えばまあちょっとリアルな病気の話になってるけど脊髄損傷っていう病気があってさ、まあ首がもしやられちゃったらさ指先も動かさないし場所によってはさ肩をこうやってすくめる動作すらもできなくなる病気があるのよ、でそれってさゼロには今後多分できないと思うんだ、再生医療も多分もう100年後ぐらいとかになってくると思うから厳しいと思うんだけど、その寝たきの人たちでもさ首から上は動かせるからこうタッチペンみたいなのを口に持って本をめくって読んだりとかそういうのはできるのね、パソコンをこうやってタッチしたりとかっていうのはできるから、そういった人たちがさ手足を動かせる感覚を仮想世界で得られるっていうのはなんかいいなって思うわ本当、うん、ALS とか ALS はねまあちょっとあれなんだけどな、もう全身だから
あれは中枢神経系の脱髄疾患だっけ、あれ、あ、間違ってるかもしれないけど、最終的にはさ、全身のね眼球運動以外、呼吸する筋肉も落ちちゃうからね、あれはね、うん、どうやってナースコールとか呼ぶのっていうと、まあ知らない人もいるから面白いなって思ってくれたらいいんだけど、あの息をふって吹きかけるとナースコールが呼んだりとかね、人を呼んだりする装置とかもあるんだよ、まあ、ブレスコールって言うんだけど、そういうのをナースコールのね自助具として。あとは環境制御装置っていうものがあって、今ってかこれは結構昔からあるけど、目の動きでナースコール呼んだりとかするのもあるんだよね。目を左に動かしたらなんとかするとか、あと瞬きに反応してコンピューターが制御してメールの文章を打つとかっていうのもあったりするの。ピッピッピッって赤さたな浜やらわって動いてる時に歯のとこで目パチってやって、今度そしたら歯ひふへほとかってなって、フのとこでパチってやるとフが打てたりとかするやつがあって、そういう工夫をしてね、ご病気の方たちがこうね、まあ豊かに生活できるっていうのがあったりするから、そのメタバースがそこに来たらいいなと思って。まあ有名な方だとあれだよな、ホーキング博士なんかがやっぱそうだよね、そういう装置を使って生活してて、まあ、最近っていうか割といつだっけな、お亡くなりになっちゃったけどね、うん、性欲処理はどうされる、そこはだってやっぱチンポも筋肉だからな、そこはな、うん、チンポも筋肉だし、もうそこはもうなんか話すまでもないだろう、そこは。でも本当でもね、そのうちできるなって思って、もう今なんか俺の時代はさ、もう FF7 が出た、 FF8 が出た、9が出た、10が出たでわーだったけど、なんかもう次から楽しみ、なん